独立芸術家協会は1916年にニューヨークで創立された美術家団体である。1918年の第2回展に出展されたレーモン・デュシャンビオンの作品1884年にパリで開催された無審査、無償、自由出品を原則とする美術展、アンデ・パンダン展の思想に基づいて、ニューヨークでも定期的な無審査の展覧会を開くことを目的として、 前衛画家たちによって創立された。6ドルの回避、参加料を払えば展覧会への出展は自由とされた。ヨーロッパで学んだ画家たちやヨーロッパからニューヨークに移ってきて活動していた画家たちが創立メンバーとなり、ウィリアム・グラッケンズが会長、チャールズ・プレンダー・ガストが副会長となった。1913年にヨーロッパの美術をアメリカに紹介した展覧会。 アーモリーショーを企画運営したアメリカ画家、彫刻家協会のメンバーが多く加わっている。第1回の定期展覧会は、ニューヨークのグランドセントラルパレスで1917年の4月から5月に開催されて2000点以上の作品が展示され、カタログには出展者の姓のアルファベット順に表示された。国外の芸術家の参加もあったが、ニューヨークや、 アメリカ東海岸の芸術家の作品が多くを占めた。創立メンバーのマルセル・デュシャンは展示会の展示委員であったが、第1回の定期展覧会に、普通の男子用小便器に、リチャード・マットという署名をし、泉というタイトルを付けた作品の出展を拒否された、ことから退会した。グラッケンズの後、ジョン・スローンが1919 19年に会長を継ぎ1951年に、 亡くなるまで会長を続けた。1918年から1934年まで AS ベーリンソンが事務局長を務めた。ありがとうございます。